俺、超ガキの頃、すげえビビリだったんですよ。虫が怖い、鳥が怖い、三輪車が怖い、お化けが怖い、人見知りだった気もするし。ガキの頃つってんじゃないですか。ミア・アツムのサーブの時、足が床に張り付いて怖いって思うことが、怖いってはっきり言えることがすげえな。でもじいちゃんが言ったんすよ、怖がるのはもったいねえって。うまいから食ってみろ。食わず嫌いしてたものをやっぱり嫌いだって確認すること、じっと見るな。敵意には理由があること。足がつかない。わからずじまいはもったいねえのさ。それでも怖かったらどうするの。助けてもらう。さっこ。俺もアンダーで全部取れるならそれでいいと思ったし、できると思ってたんだよ。選択肢が増えるって分かっててやんないなんてつまんねえよ。